皆さんこんにちは、ヘルニアです。今回は都道府県モッド、久々の大国であります、大阪をプレイしていきます。私50音順で現在都道府県はプレイしているため、大国らしい大国プレイは、愛知県以来でしょうか。それではまず日本第2の都市大阪の、簡単な国力紹介から始めていきましょうか。工業力は80ほどありまして、バニラのドイツよりちょっと少ないくらい、産業技術なども初期から進んでおり、生産力では間違いなく日本トップクラスですね。対して陸軍は17個で、海軍は駆逐艦1隻と、軍備の面では少々不安が多いでしょうか。それに加えまして、こちらの徴兵法、定員割れした人員により、武装解除国家よりひどい徴兵体制、しかも徴兵法を本格的に変えられるのは、当分先になりそうです。ですので大阪は、しばらく徴兵人員不足によって、大きく苦しんでいくことになりますね。さらに国民精神には陸軍の攻撃や統制などを下げるもの、爆効果もある関西の施設、こちらも消費財の圧迫の代わりに、産業関係の研究や建設などに効果がある、関西広域連合など、ひどいデバフもご覧の通りありますが、全部が全部悪いことだらけでもないというのが、大阪の状態です。それでは最初の NF は一番右の産業系ルート。消費財圧迫となる財政危機の回避に対応するものから、取得していきましょうか。全部で4つ用意されていますが、デバフを完全に除去するか、軽減にプラスアルファするかみたいなルートなので、この辺はお好みでも問題ないでしょう。僕は完全除去ルートになる財政再生プログラム案を選んでいきます。軍需工場は24個もありますので、かなり幅広く初手から生産できますが、今回は歩兵や砲ベースの歩兵を中心に、地味に結構ある戦闘機とキャスの空軍、可能ならば戦車も出して、まずは関西のおやつどもをパクパクしていければと思います。ルートによっては奈良や京都の一部が中核州になりますので、そこを優先的に回収していきたいですね。さて、そんな感じで打倒関西圏という目標も立てましたので、時間を進めていきましょう。最初の NF が終わりまして、引き続き財政危機デバフの軽減を進めます。この財政危機や施設、広域連合なんかにより、大阪は初期に使える民需数はそんなに多くないので、早めに軽減してエンジンをかけていきたいのが狙いです。ということで3つの財政危機デバフ、軽減の NF を進めたことにより、消費財 10% の圧迫が消えて、財政の危機はほぼなくなった状態になりました。お次に初期の大阪は政治力の溜まりが遅いので、政治力デバフを消す NF を持つツリー、その最初となる、政治力獲得系方針を取得してきます。3NF も取ったのに、政治力95しか溜まってないってどういうことよ大阪。ところで話は戻りますが、工業力的にも日本で2番目になる大阪さんですが、皆さんは日本で2番目の都道府県と言ったら、どこを挙げるでしょうか？大阪の人はもちろん大阪って言うと思うんですけど、お隣京都府もいやいや譲らねえよと言ってきそうですし、何より関東民は人口2位ということから、神奈川なんかを推す人もいるんじゃないでしょうか。いやいやそもそも1位は東京に譲ってねえとか、愛知は、埼玉は、千葉は、みたいな意見もあるかもしれませんが、とりあえずどこの県でも減税したら嬉しいよねと。手始めに住民税 3% に、大阪の指導者は神様と思ってもらえるよう、バンバン甘い政策を垂れ流していきます。なおいつも通り不良債権と特別な住民税で運用費は稼いでいく模様。さて人的資源不足の大阪には、数千人でも徴兵予備が増えるのは望ましいこと。関東からの移住者、またこれとは別に毎年イベントで数百人程度徴兵を進めていきまして、カラッカラの徴兵要員を潤していきます。まあ潤すっていうよりかは、飲み切ったと思っていた肝炎用の、最後一口にも満たない量程度、ちょびっと増えるくらいのもんですがね、とシラフでやっていないことを公開しつつ、大阪は他県プレイでも時折見ます、道州制のルートに入っていきます。無論道州制というのはあくまで理想論であり、戦争ばかりする不届きな他県は大阪が管理せねばなりません。大阪は日本の警察としまして、まずはほぼ大阪領土といえる奈良の併合を目指していきます。大阪が非課税政策を取り始めた頃、NF 行政統合によって、今まで足を引っ張っていた政治力などのデバフが外れることに、お次は徴兵法のデバフ解除などにも関わる、陸軍系ツリーの最小を取得していきます。大阪軍連動は比較的高いのですが、師団攻撃や統制等のデバフが残っているので、できればそれは外してから他県の懲罰に乗り込んでいきたいものです。そして今の大阪にとってはありがたい方針、ミリタリーキャンペーンによって徴兵可能人口にプラス 1.5%、補正にマイナス 30% ほどされているので、完全にはまだ活かしきれませんが、大阪軍の徴兵の足しにしていきます。さらに旧支派の追放によって、腐敗した軍の戦闘デバフを軽減することに、これで陸軍の戦闘力も、多少マシなレベルに改善されてきたと思います。財政、行政、陸軍の問題をある程度立て直しましたら、方針は再び産業系に入り、大阪の国力を強化していきます。そしてここでファシ勢力である、大阪〇〇の会が与党になることに、ホイホーは右はファシ、左は共産主義しかないから、中道右派とか左派とか、その辺の緩やかな勢力も、使用上というか政策上、当てはめざるを得ないのでしょう。仕方なし、もちろん新地と大阪なんて名前もこの世界だけのフィクションでございます。
しかしファシ化したおかげで、ようやく奈良県に攻め込むことができそうです。なんか序盤に周辺勢力へと入りした岐阜県が、愛国派岐阜とか、怖そうな名前しとりますが、それ以外は至って順調。兵庫も問題なく細胞分裂して元気ビンビンですね。では正統化機関を一気にすっ飛ばしまして、奈良県に宣戦布告していきたいと思います。どうやら和歌山、そして三重と共に、三国間で独立保障していた様子、背後の大戦力、京都と組まれたらさすがに厄介でしたが、和歌山ごときなら敵ではありません。むしろ正当化する手間が省けたと思って、一気に三国とも全て併合してしまいましょう。まずは最初の目標である奈良県、奈良は北部の地域を抑えてしまえば、後の南部は比較的何にもないと聞いたことがあるので、北部を重点的に攻めていっちゃいましょう。なお大阪軍、20幅の歩兵や砲ではなく、24幅で今回は仮統一してるので、の師団同士の戦いであれば、まず負けることはありません。奈良の西側3分の1ほどを制圧したところで、奈良県との勝負には決着、残るは独立保障してきた和歌山と三重になりますね。制圧した奈良の領土から、和歌山東部や三重南部に攻撃することができ、三重県はご覧の通り分断、和歌山はというと、いくつもの都市を落とされたことにより、奈良に続いて降伏することになりました。残るは同州制では愛知側の土地となる県ですが、関西側に首突っ込んできた、三重県の併合を残すのみです。三重は圧倒的な大阪軍の物量にかなわず、その手前で再び軍を大きく分断される羽目に、このタイミングで滋賀にももう行けそうだと、大阪は正当化しております。そして臨時首都四日市市を落としたことで、三重県もとうとう耐えきれなくなり降伏しました。三重は東側から攻めると非常に狭く、また中堅国家としてかなりの手段を吐くようになるので厄介なんですが、戦線が長かった奈良側、大阪の国力から来る戦力には、到底かなわなかったようですね。予備人敵がゼロで大変なことになっておりますが、地味に岐阜の一部を渡されて、パワーアップしている、滋賀にお次は攻め込んでいきます。なお三重は今日から関西、関西大阪の一員として働いてもらいますよ。祭りで毎週300人の若者を他国から連れてきて、徴兵きつすぎ問題に取り組む中、大阪はさらなる領土と滋賀県に乗り込んでいきます。やはり関西のボスとしましては、残る滋賀県、湖南人の兵庫、何より笑いのわからない京都人だけは、絶対的に併合しなければならない相手なのです。滋賀はかなりの気候手段を持っているように見えますが、どうせ中身は大したことない、おもちゃの北朝鮮製とかでしょう。きちんとした気候手段の準備が整う前に、一気に滋賀を野砲でコッパみじんこにしていきます。磯ヶ場回れと琵琶湖から進まず、陸路でいっちらおっちら野砲で進んでいった結果、滋賀県も降伏いたしましたので併合します。しかし州ごとに兵士が回復してるはずなのに、なかなか徴兵予備が溜まっていかないなぁ。新首都大阪そんなに若者が少ないのだろうか。いくら4つも国を併合して、京都よりスーダン国力も強化されたといえど、一応大国枠にもなる京都相手に予備人的ゼロは辛すぎます。そこで72個師団中24個解体しましたら、一瞬でまた徴兵がゼロになることに、これもしやと思い見たところ、併合した国のレジスタンス値がとんでもないことになっていました。京都宣戦布告直後の時点で、三重や滋賀などに必要な、駐屯部隊の不足人員はなんと57万人、小銃は18万丁も必要とか言われてました。4つの県を抑えるだけで、大阪の15人に1人くらい借り出さなきゃいけないの？ってそんなバカな話はなく、問題は統治に使っていた師団の種類の問題でした。初期の統治に使っていたのは、都道府県特有の民兵というものでして、実はこいつらには制圧機というものがほぼないみたいなのです。つまり民兵を統治に向かわせても、暴動が起きたら銃で取り押さえたりするのではなく、レジスタンスと一緒にお酒を飲んでほぼサボっている状態ですから、無駄に人員と小銃だけ要求されていたって状況になってたわけですね。したがってちゃんと暴れた奴を押さえつける、正規の歩兵師団を駐屯部隊に配備することで、やたら人員が足りない問題は、一定の解決をすることになりました。三重だけで180いるとか、正直アホとかしか思えないようですね。とまあ徴兵問題が一段落したとこで、大阪は全陸空軍を京都に向かわせて、宣戦布告していきます。大急ぎで作った新兵ですが、48個ほど追加歩兵も用意することができました。しかしさすが京都くん、半分くらいは優勢の緑マークですが、大阪本土側などを中心に、だいぶ劣勢の様子、まあ新兵のいるとことかは多少押されるのはやむなしとして、まずは京都の先っぽの方を分断、殲滅しまして、京都との戦力差を一気に突き放したいところです。幸い航空優勢は取れていましたので、先っぽの分断には難なく成功。その後包囲した20個師団程度を殲滅したことで、戦力的には大阪が一気に有利になりまして、敵の首都京都の包囲にも成功。後はこのまま押し潰すだけですね。大阪が着実に関西の王、日本の新首都として勢力を伸ばす中、関東でも群馬帝国が埼玉に宣戦布告して、関東大戦が勃発していきます。今回勝つのは群馬のファシ陣営か、東京の民主陣営か、どちらにしても関東に乗り出す際には、人口、攻撃力面でも厄介な相手になりそうですね。
そんなこと言ってる間にも京都は舞鶴などを残して瀕死の状態。最後航空機の見割り当てや補給不足でちょっと手こずりましたが、関西の強敵京都も無事倒し終えまして、もはや周辺に大阪にかなう者はいなくなったことでしょう。次回は残る分裂した兵庫を倒しまして、大阪の植民地にできる四国、そして生意気な戦争を繰り返す、中国や九州、関東などの征伐も、進めていければと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、コメント、グッドの方、よろしくお願いいたします。